皆さんこんにちは、リフトです。今回ですね、毎週やらせておりますコナスキンチェンソーマンの感想動画ということでやっていきたいと思います。今回ですね、昨日に放送された第6話の正直すぎる感想、一切忖度の感想を、いつもよろしく話して、この間ありで話していきたいと思います。ということで、チェンソーマン、皆さん、いかがでしたでしょうか。どんどんね、評価、取り戻してきてんじゃないかなという感じがしてます。まあ1話、3話はね、まあ、割とというかかなりですよね、まあ、賛否が分かれた中で、2話、4話は非常に好評で、前回の5話も非常にためかいながら面白いという声が多く上がりました。まあ、その中で、まあ、銃の悪魔はね、まあ、描写のまあ原作カットというか、まあ、改編なんかが話題にもなったりしましたけど、今回の6話はぶっちゃけどうだったのかという声ね、まずネタバレなしの感想、結論から入っていきたいと思います。今回、チェンソーマン6話見させていただきまして、ネタバレなしの感想、結論としましては正直ですね、超おもろいじゃないですか。もう僕の中ではもう完全復活というか、復活って言葉正しいのかっていうところはありますけれども、もうほぼこの先の心配なくなったレベルまで来てるなっていうところです。各キャラの魅力、まあ、特にね、まあ、今回コベニちゃんがトレンド1位になったりして、逆にチェンソーマンがね、ツイッターのトレンド入んなかったりとか、なんかアプリとウェブ版でトレンドが違うとか、なんかいろいろなんか問題があってね、イーロン・マスクさんはどうしたのかとか話してましたけれども、まあ、同時視聴もね、非常に、楽しませていただきましたし、多くの方ご覧いただきましてありがとうございますというところでしたが、本当チェンソーマンらしさが、これまでなんか一番出た回だったんじゃないかなと思いました。特にやっぱカメラワークがめちゃくちゃ良かったな。作画もちろんすごい良かったですし、で、やっぱ表情のね、なんかその細かい変化とかが、やっぱアニメで見ると結構チェンソーマンって原作はほんと一枚でポン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 って進んでくるんで、そこにこうアニメに落とし込んで、もちろんそこの空間というかね、その隙間が埋められていくわけなんですけど、そこがやっぱめちゃくちゃ良くて、で、まあ声優さんの演技とかもすごい噛み合ってて、このカッケラなんか、行かれてんですよね、みんな。チェンソーマンね、やっぱ本当にやばくて、ね、昨日も小学生見たらやっぱやばいよな、みたいな、倫理観おかしくなっちゃうか、みたいな話してたんですけれども、本当ね、そこがね、やっぱすごい面白いわけですけれども、それ見事に出てましたし、また演出面ですよね、劇版があって言ってたのが、やっぱもう4話から完全にこう、どん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 なんか盛り上がる感じになってきてるというか、まあ、今回で言えばよりその静かななんか狂った感じと、まあそのだんだん盛り上がっていく描写と、またカメラワーク、作画とかね、まあ、話の盛り上がりっていう点でも、すげえ良かったなっていう、もうめちゃくちゃ面白かったなっていうのを思いましたね。で、やっぱすごいカオスなわけですけども、今回の話で言っても。で、そんな中に、やっぱシリアスがやっぱ力入ってくるんですけど、そこがうまいんですよね。やっぱ塩梅に関しても、こう、パッと切り替えていく描写、まあ、角階層みたいなのもあるわけですけど、そこの描き方がすごいうまくて、なんかもうぐっとなんか、さっきまでゲラゲラ笑ったのに急に泣いちゃうみたいな、なんかさ、この喜怒哀楽を狂わせてくる、この切り替えのうまさもすごくて、超おもろいなと思います。正直、僕はね、今回はね、テンポ感が悪いっていう声もあったんですよね。まあ多分昨日批判があったのは、まあコベニちゃんうざいかテンポ感悪いかぐらいだと思います。まあエンディングは毎回変わるからね。まあこれはもう正直僕毎回これどうこういうのも気が切るというか、なんかエンディング映像はどんどん力が入ってるなって印象を持ってるというところで、歌はね、まあ一回聞いただけじゃわかんねえよねって感じで、もう最近言ってるんですけれども、テンポ感悪いとかっていう、まあそのコベニちゃんうざいとかっていう批判、それぐらいかなっていうのはあるんですけれども、ぶっちゃけそこどう思ってるかっていうと、僕はね、全く気にしなかったですね。もうテンポ感がどうとか1ミリも気にしないとか、面白いからいいよねっていう感じでした。テンポ感悪いって言ってる人は多分あんま面白くなかったんじゃないかなって、多分ね、あんま話進まねえなみたいな感じで思っちゃったんかなっていうのは思います。で、簡単に言ったら確かに、話の概要だけおったら別に話全然進んでないですよね、今回。だから、テンポ感悪いって意見はおかしくないです。おかしくないんですけれども、多分それが、なんでそんなこと言うんやって人は多分めちゃくちゃ面白かったんじゃないって、僕はもう本当に面白くて、もうそのこと一秒気にしなかった。で、コベニちゃんも、もうめちゃくちゃいいキャラというか、原作でもやっぱめちゃくちゃ好きなキャラだし、僕はね、もううざいと思う人もいるかもしれない。僕はめちゃくちゃ好きなキャラだし、で、もっと狂ってる描写があるんですよ。もっとやばい描写があるんだけど、現時点からもうこのコベニちゃんっていうキャラクターのやばさとか魅力とか面白さっていうのをもう存分に出してたなっていうところで、やっぱ、アニメすげえなって。あんだけさ、演出がどうこう、声優さんが、脚本が、とかね、CG が、とか、
言ってたわけですけれども、今やもうその虜というこれも見事な手のひら返しになってしまっているという、まあ、この静かなやっぱ映画的演出は慣れてきたっていう側面もあれば、まあ、多分やっぱ今のこのシーンに確実にマッチしてるんだと思うんですよね。うん、っていうところもあるし、劇版がこうしっかり盛り上がるところは盛り上がってるんで、このメリハリがついてるっていうのもやっぱ大きいなっていうのを思ってて、うん、なら私的にはもう正直、日の打ちどころがないというか、もうただただ面白かったよね。で、まあ、ためかいっちゃためかいで、やっぱ正直、次回が一番の勝負会になってくるのかなっていうふうには思ってます。まあ、あのシーンというかね、まあ、出てきますし、まあ、原作でやっぱ非常に人気のシーンも出てきますし、ここからもうひたすらひたすら面白いというかね、うん、まあ、まだこれ序盤ですし、まあ、正直、チェーンソーマンって、まあ、昨日ちょっと話題上がってましたけど、序盤ってやっぱ打ち切り怪しかったわけですし、まあ、ジャンプってほんと激戦区だからね、うん、っていうのもありますけれども、うん、で、多分ジャンプにしてはね、結構ゆっくりやってると思いますよ、テンポもね、正直ね。うん。で、今回は原作3話分ぐらい、3.5 話分ぐらいかな、進んだんで、別に普通のアニメのペースとしては何も遅くないんですけれども、うん。まあ、確かにね、原作3話でもっと進むやつは進むんでね、うん。っていうところでは、今回まあ、アニメが悪いっていう要素はなかったんじゃない、まあ、カットするにせよ、僕はやっぱその空間をね、やっぱその原作の合間というか、そのね、このシーンをうまく、アニメ落とし込んでくれたことでやっぱこんだけの面白さ出たと思ってるので、ここはまあテンポ感悪いとは一味も思わなかったですね。うん、まあその話進めないですよ、確かにね。そうやって考えてみればね、うん、っていうとこではありますけれども、まあでもね、そうやって思ってる方にはまあやっぱ安心していただきたい。このまま序の口だぞと、こっからガン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 盛り上がっていくんで、まあ、そこはやっぱ楽しみに待っていただけたらなと思ってます。で、チェーンソーマンに関してはやっぱ最初の注目度は本当もう伝説のアニメなんじゃないかって僕も言ってたんでね、本当もう期待値がもう天井を超えてたというのがあったと思うんですけど、やっぱそっからだんだんやっぱ1話と3話微妙って言われてるってことで、やっぱ3話切りなんて言葉もありますけれども、致命的ですよね、普通に1話と3話良くないっていうのはね。うん、っていうことでやっぱこう、やっぱ視聴率とかもなんか落ちてたっていうところですね。うん、やっぱ盛り上がりもあんな落ちてたところで、またこう盛り上がってきてんじゃないかなって僕は思ってますし、ワンクルメ終わる時点では、まあ、やっぱ今期この先派遣でしょってなんじゃねえかなって僕は思ってます。うん。昨日チェーンソーマン円盤買わないんですかっていう質問をいただいたんですが、正直言うと迷うレベルの出来になってきたなっていう僕は印象を持ってます。うん。っていうとこで、まあ、今期はね、やっぱボザロとか、水星の魔女とかね、こうやっぱ当初はやっぱそんなに、まあ別に期待されてるはされてるだろうけど、そんなに、もうそんなね、もうチェーンソーマンと比べたらそれはね、まあ正直今チェーンソーが圧勝だよねと、まあスパイファミリーだよね、ブリーチだよねってなった中で、この作品たちがバーンって上がってきたんで、現状こうなんかちょっとクロスしてるとこなんかなっていうのは思うんですけれども、これはまあチェーンソーはやっぱ多分盛り上がっていく一方だと思うし、この演出が受け入れられなかったって人ももうどんどんいなくなってくる。まあ慣れもあれば、またなんか変わってきてるからね。まあこれあえてのそういう構成なのかもしれないですけど、まあそう考えたらね、監督に見事にやられてる部分もあれば、序盤もったいないよねと。で、6話おもろいよねって言って、1話からやるよっていう意見もあったりして、確かにちょっとやりようあったんじゃないかなと思っちゃうんですけれども、まあとはいえ今ね、面白きゃまあいいかなって僕は思うし、まあ本当に面白くなるのはこっからだっていうことも考えると。この先、久々に楽しみにしたいし、また、ね、人気に関してもね、やっぱチェーンソー女性人気もかなり出てきてるって話は聞いてます。まあ、アーキくんべらぼうにかっこいいもんね。もうアーキくんやばいっすよ、今回。もう今から見る方、本当楽しみに、見ていただけたらと思うんですけど、やっぱキャラの魅力っていうのはすごいわけですけど、アーキくんのかっこいいさやばいね、もう。っていうのは、なんかアニメ見てたらよりね、思ってます。原作でももちろんやっぱすげえかっこいいキャラで、ね、僕はすごい好きなキャラなんですけれども、って思いましたね。あとなんか前回コベニちゃんの声優が合わないかもとか言ってたんですけど、めちゃくちゃ合ってました超うまかったです、はい、っていうとこでもね、うん、素晴らしかったし、次回待ちきれない、次回が本当の勝負の回、次回さえ盛り上がってこればもう、4話から、4、5、6、ね、7となってこればね、もう間違いないというかまあ、あとはひたすら盛り上がる一方なんじゃないかなと思いますんでね、まあそういうとこでは本当この先楽しみにしたいし、もし途中で切っちゃった人したら、ね、3話で切っちゃった人いると思うんですけど、4話からぜひね見てみてください。これはね、おもろいっす。てか4話やっぱすごかったっすよね。うん、まあ、次回がね、また4話クラスになっていくのか、またさらってやるのか、まあどうなるのか、ちょっとね、そこは脚本面とか演出面、構成面にも期待したいなっていうのは思うんですけれども、なんかここまで来てね、まあなんかあんまりあれってならないんじゃないのって僕はちょっと、だいぶこの、なんていうの、期待感を膨らませてきてるなっていうところです。はい。6話、めちゃくちゃ良かったっす。はい。めちゃくちゃ面白かったですし、このチェンソーマンっていう感じがすごい出てた。うん。
回だったなっていうのを思いました。はい。っていうとこで、ネタバレなしのね、感想以上としまして、ネタバレの感想を話していきたいので、ぜひね、チェンソーマン6話まで見ていただいてから、これを見ていきますと嬉しいです。というところで、でツイッターに関しては謎ですけど、まあ、コベニちゃんがトレンド1だったらいいんじゃないかなって感じですけどね。まあ、原作はもうめちゃくちゃ売れてますん で、うん、で、配信も別にチェーンソー、ワンスパイの次にチェーンソーなんでね。うん。っていうことを考えると、まあまあ大ヒットは間違いないわけですし、派遣ってなるとね、ちょっとね、もうチェーンソーが取れるか分かんないレベルに今回やっぱなってきてるね。そういう面では、やっぱこうやってアニメいろいろ見てる道としては楽しみですし、チェーンソーマンに関しては、この先、どうなっていくのか。まあ、次回は一つ区切りというか勝負の回になっていくと思うね。すごい楽しみだなと思います。はい。ということで、これでネタバレの感想入っていきたいと思います。ご注意ください。というところで、ネタバレの感想としてはですね、まずまあテンポ感についてのところをまあ先に話そうかなと思うんですけど、今回エンドレス8回、まあ、前回ね、8回でなんか永遠にもう8回が出られなくなったんじゃないのっていうところから始まって、まあ、コベニちゃんになんか無意味なピースをさせてね、みたいなところから始まって、やっぱもうこっからめちゃくちゃ面白くて、アバンとかコベニちゃん何も喋ってないけど、ひたすら笑ってたっていうところの回だった中で、まあ、終わってみれば、エンドレス8敵にデンジが挑む終わりですから、まあ、それは、もう閉じ込められてただけなんですよね話で、それテンポ感悪いって言われてもしょうがないってしょうがないんじゃないの、話の進み的にはっていうのは僕は思うんですけれども、とはいえやっぱめちゃくちゃ面白かったんで、やっぱ小平ちゃんのねぶっ壊れ方がなんかおかしくなって、トイレの水を飲んでなんとかとかさ、もう何言ってるか分かんねえ俺言ってましたね原作だって読めるんで、ね、まあ気になった方はって、まあアニメしっかり聞けたら、まあ聞こえるは聞こえるから、でもその小平ちゃんの狂い具合がねやっぱすげえ面白かったですし、電池食わせろって言ってね俺もうぶっ壊れてるよね。うん、でまあそれをね、電池をこう作動したのカバーアキくんとかね、ショックアクがそれで動揺するヒメパイとかね、またよかったし、アキくんとヒメの先輩のかっこよさの関係性もすごいよかったですし、ね、永遠の悪魔から、まあ、逃げ惑ったりとか、永遠の悪魔の気持ち悪さとか、これもすごい出てたし、まあ、パワーじゃない、なんかノーベル賞で消費税 100% とか言って、あれトイエンドルしてるのめっちゃもろかったんですけど、パワーちゃん、まあ、相変わらずのパワーちゃんの感じがすごい出てて、そう、ノーベル賞取ればいいんだみたいな、どうやったらその発想に至るのかみたいな、すげえ面白かったですよね、やっぱり。レンジはなんか揺らん寝れるぜみたいなさ、荒井くんは超動揺しててみたいな、このカッキャラのなんかその、イカレ具合というかね、いいぶっ壊れタバコのエピソードも好きだったな、そこもすげえ良かったんですけど、めちゃくちゃ面白かったというか、やっぱキャラのこのぶっ飛び具合がうまく出てたなっていうのをシンプルに思いました。そのでやっぱ永遠の悪魔とかね、超グロいというか気持ち悪いわけじゃないですか、その表現とかもそうだし、逃げてからのこの演出とかもすごく良かったし、で最後デンジがね、なんかもうね、自殺させりゃいいんだみたいな、かっこよかったですね。なんか行かれたこと言ってんのにかっけえなと思いながら、最後飛び込んでってというところで、まあ、あの先のシーンまでやるのもありかなと思うんですけど、まあまあ、それはね、やっぱ次回また最初から盛り上がるんで、てか盛り上げてくれると思ってますんで、ここはやっぱそこに期待したいなっていうのは思いましたけどね。コメちゃんどうでした？ちょっとやっぱうざかったんかな僕は面白すぎてね、もうひたすら笑ったんですけど、まあ人によってはね、それ主人公ぶっ殺そうするキャラなわけですけど、それ、やだよね。まあでもね、すごいうまくやってたなっていうのは思ったし、姫野先輩やっぱいいね。で、アキくんはもうひたすらかっけえな、刀の殺しね、寿命が大幅に縮むとそういう話もね、でもさらっと重要要素みたいなのもあったりしたわけですけれども、素晴らしかったな。まあ、正直やっぱ体感秒でしたよね。もう、ね、テンポ悪いっていうかなんかさ、あっという間に終わりすぎちゃって、じゃ早く次見せてくれよって僕の感じで、見てたっていうのがやっぱ正直なところですよね。で、エンディングがね、カナリアさんというところでね、ま、非常に人気があって、まだ僕もね、まだ新たに、まあ、名前は知ってたから、名前聞いても悪くなって感じだったんですけど、っていうところで、まあちょっとエンディングもね、もうちょっともう何回か聞いてみようかなっていうのは。まあ、エンディング映像はなんか日に日にって回を追うごとに凝ってるような僕は印象を受けてますね。やっぱコベニちゃんのなんか表情の細かい変化とかがすごいやっぱうまかったなっていうの、まあ姫野先輩との焦りとか、なんかここら辺のその表情のね、描き方やっぱ正直は原作上回ってるというかね、うまっと思って、すごい思いましたよね。で、まあ、その、デビルハンターね、やっぱすごいなんか恨まれるみたいなね、そう、
そのバディだったね、あの彼女とかになんかね、あのアキ君ビンタとかされてましたけれども、でガムつけてやったみたいな、なんかあの辺の下りとか、そのいかにこう辛い境遇を乗り越えてきたのかとかものすごくうまく見えてたところだったし、あんだけカオスな空間を見せた後にこんだけのシリアスをこううまく乗せてくるのはやっぱ天才的というか、まあ、これはやっぱ原作のものすごさでもちろんあるし、それをやっぱアニメの演出でうまく乗せてきたのまたすごいなと思って、見てましたね。劇場もね盛り上がってましたし、いいんじゃないですか、よかったですよ。はい、うん、小紅ちゃんもね、やっぱ蓋を開けてみれば声優さんもすごい合ってたというところで、いやこれは、まあ、合ってた、うざいな、まあ、合ってるということだと思うんですけど、はい、というところでね、次回以降、まあ、次回ね、まあ、そうどういう風にバトルシーン描いていくのかというところで、ね、またチェンソーマンね、次来ますから、この回はね、不評だっていう評判で、まあ、実際そうなっちゃってるんで、まあ、ありえないですけども、普通に考えたらね、あの、どうなっていくのかっていうところね、非常に楽しみだなと思います。また2部もね、めちゃくちゃ盛り上がってましたね、そういうところもね、あの、原作の方も盛り上がってるということで楽しみですよね。はい。こんな感じで、今回のチェンソーマン、第6話の正直すぎる感想、一切忖度ない感想は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。ちなみに、僕自身原作勢というの忘れてた。タイトルとかに入ってると思うんですけど、原作勢ですね。あの、ジャンププラスで2部も最初に読みましたよ、すでに。はい。っていう感じで以上となります。ぜひね、見られたら感想なんかもね、あと小紅ちゃんどうだったとか、テンポ感はどうとかね、コメントで教えていただきますと嬉しいです。はい。人気もね、ここからガンガン上がっていくというか、もうかなり取り戻してきてんじゃないかなって評価に関しては僕は思ってるんで、こっからもう、あとは右肩上がりで、元のハードルがもうほんとね、もうね、天井ぶち破ってるぐらいなんで、なかなかそこに届くのでまだ難しいかなって正直思ってるんですけれども、うん、でもやっぱ人気がどんどん出てくると思うんで、まあそういう面ではすごいね、楽しみに。また今季をね、引っ張ってくれる、先、そね、引っ張っていってくれる存在なのは間違いないとね、思ってますね。この先めちゃくちゃ楽しみ。ひとまず次回やっぱ勝負会かなと思いますね。目を凝らして見ていきたいと思います。はい、ということで演出にも期待したいと思います。ということでね、あ、そういえば永山小春ちゃん復活してましたので、藤本辰樹のアカウント無くなったみたいですすごいなとか思いながら、はい、たつき先生のね、実況めちゃくちゃ面白くて、あれも見れないのか。なんかね、この辺忘れて、なんか忘れてるから新鮮な気持ちで見れるみたいなツイートあって、超おもろい。作者忘れんなよ、みたいな。とか言いつつ、なんかね、映画とか、なんかすごい解説とかやってるツイートも、あれ消えちゃったんかな、じゃあね。いや、あれめちゃくちゃ面白かったですよ。はい。そんな感じで、ちょっと長くなりましたがね。以上となります。ぜひね、この機に、チャンネル登録、声をね、好きまして嬉しいです。ということで、以上となります。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。